三夫さんなら2階よ。お母さん、三夫は今あなたの前に立っているのです。今まで隠していましたが、ついにパーマンの正体をお話しする時が来たのです。正義の味方、子供たちのアイドル、平和を守る謎のヒーロー。しかしてその実態は、三夫さん。そうです、あなたの息子こそパーマン1号だったのです。まあどうしましょう、まあこんなことって。ママ、僕今までどんなに話したかったことか。パーマンの時はみんなのヒーローだけど、三夫の時はドジで間抜けなウサギさんなんだ。その落差に耐えられなかったよ。三夫さん。ママ、シクシク。うわー。